長谷川博次大は JRA 立党トレーニングセンターに所属の元機種で現在は調教師。2003年3月、立党中村人志旧社所属機種としてデビュー。その初日に JRA 史上5年ぶり39人目となる初期上初勝利を遂げる。この年は石橋治山松岡正会といった若手の中でも乗れる機種がデビューした年であったが、 その中でも、長谷川は、最多の28勝を挙げ、関西の新人旗首相にあたる、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞している。その後も、勝利数を伸ばし、初年度より6年連続の2桁勝利を、記録、2004年からは4年連続で、フェアプレー賞受賞。2年目の2004年11月には、福島記念をセフティエンペラで制して、同期では、 最初の重賞制覇を成し遂げ、2006年には大和パッションでフィリーズレビューに勝利し、同馬で大賀賞にも挑戦した。このか2005年にはドバイで行われた国際見習い騎士チャンピオンシップの日本代表騎士に選出され、第2位という成績を残している。2012年9月20日付で騎士を引退し、かつて所属していた中村人支給者の調教助手となる。 引退レースは9月17日、デビュー戦と同じ阪神競馬場、ダート1800メートルで行われた第9レース3歳、以上500万条件戦。シルクコスモスに騎乗し十う頭立ての急着であった。2018年12月6日、JRA より2019年度調教師試験に合格したことが発表された。2019年1月1日付で調教師免許を取得。 同年3月1日付で旧社を開業した。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は GIQ 競争。ありがとうございます。